農家と農編集でお送りしてますニュ,ニ,ュニ,ュニュースユータック、えー、ウクライナあ 選選挙挙プラス中途選挙あ新防衛研究チャンネルさん、えーまあ、たた時に体調が悪くてお休みしますけど、私も今日は万全な体調ではありませんけど、えー、まあ体調が悪くてもそんなに、えー、まあちょっと、えー、まあクオリティが下がりますけど、えー、ご配置をよろしくお願い,いたします。えー、このウクライナ、本当に、えー、今日朝配置をしましたけど、これは、えー、もう記憶をだいぶ薄れてきましたですね、えー。近藤さんですね、新防衛研究チャンネルの近藤さん 近藤さんウクライナ選挙プラス中東占拠24年の1月の6日ですね今日7日ですので6日で実際分かる5日の,このウクライナの5日の情報ですねロシアの企らみは何か大掛かりな準備が始まっている兆候かも本当に近藤さんはこのこの胸の専門家でいろいろミリタリーですねこの何かな前回もそういうのを まあ詳しいですねそういう軍事、えー、この危機に対しても詳しいですので、えー、長年この国防について、えー、考えておられるコントさんですので中国、えー、ロシアがなんか、えー、変な動きをしているということで、えー、この特にベルゴロ州ですかね、えー、<laughs> ドローンの。 攻撃もありありますけど、えー、避難を呼びかけてるじゃないけど、なんか、その、近藤さんによれば、その、核、戦術核を使うんじゃないかと、そういう、うまあ、感じを持たれてますね、えー。実際まだ使ってませんけど、どう喝はしてますね。プーチンはいつでも核を使うということで、えー、まあ、自国の民が、あロシア人がいないところで使えですね。特に 限定的なそういう核、えー、の、えー、戦略自覚、えー、戦略核戦略やですねまあそういうことで、えー、なかなかまだまだ本当に、えー、飛散飛んだあこのコメントですねまあいろいろ。えー まあ、ウクライナも本当に無人機で頑張ってますね。特に、えー、この、まあ、ヘルソン州ですね。えー、ルッキンかなルキ、その、共闘法ですね、えー。ヘルソン州のクリンキーですね。クリンキーの共闘法を頑張ってますね。このロシアはまたあー、前回はその、まあ、新兵、えー、空挺部隊を入れて、まあ、結構、えー、圧迫しましたけど、今回、えー、新たに入れた空挺部隊は。 ななかなかこの、えー、苦戦してますねウクライナ軍もその頑張ってますねロ,ロシアの,、えーこのうん、攻撃を特に無人機 <coughs> 特に、えー、無人機を、えー、活用してますね本当に無人機で、えー、水上無人機またはこの空の無人機ですね、えー、この空爆で、えー、なかなかこの,、うんこのうん、西側のタウルスとかいろいろなこの砲弾が 不足してますので、まあ、無人機で <coughs>、頑張ってますね。えー、なかなか、まだまだ、えー、この、ウクライナは、えー、今、今のところ、この、反転攻勢、えー、この、 守りに固まってますね。えー、クパンスクはじめ。えー、特にアオディリカに、ロシアはまた戦力を集中してみたいで、この、波状を攻撃してますけど、えー、ウクライナ軍、またまた、頑張って、蓋を閉じられないように頑張っていますけど、えー、なかなか、この、えー、ウクライナ軍の反撃、えー、まあ、期待する、ウクライナを応援する立場ではしちゃいますけど、えー、F16 ですね。なかなかまた、えー、アメリカで1年間、うん 練習中ですということでまだ実際にこの、うんまあ、デンマークオランダの F16、うん、の、えー、このヨーロッパで訓練したもう実戦配備が始まっているかと思いますけどまだまだその、うん、ニュースが飛び込んできませんけど、えー、この期待しますねもう、えー、2000、うん、明けましたので1月明けましたのでそろそろ、えー、このまた時,時期ですねそういうことで、えー、焦らずウクライナが本当にこの 人一兵たりともう失うことはできませんね、えー、この、まあ、防備もだいぶ固めていますのでこの、うんえー、構成ですね特にウクライナ軍も防御に、えー、固めていますので、えー、まだまだこの、うんまあ、長期化ですね、えー、2022年の2月24日から始まったけど、えー、もう2021 2、えー 4年ですね。はい。えー、まだまだ、えー、目が離せませんけど、ウクランに栄光あれですね。中東もまだまだ、この、先ほどこの、ジョネズカズさんのチャンネルでまた、イランのその、キャンえー、イランのそういうに対して、イスラムクール、アフガンのイフイス同じ違うですね。イランがーシーハー派かなシーハーですねー。このアフガン、 は、スンニ派ですね、えー。そういう、この、イスラム教でも違う、両方が激しく、特に、えーかえー その過激組織ですね。自体が本当に相手を選別をすることでまだまだ目が離せませんけど、この昔もそうですね。イラン・イラク戦争が結構何年前ですかね、激しかったですね。砲弾、そういうお互い、そういうイスラム教ですけど、イランとイラクですね。そういう流れがありますけど、まだまだ中東、このアメリカもそうですね、この風車ですね。イランの押し立てをしている風車の、この、 えー、空爆ですねこの航海を通る船を本当に、えー、この攻撃してますので、えー、その風車の拠点を叩くとかそういうことで、えー、日本もジブチにその自衛隊の拠点がありますけど、えー、この航海特に中近東の安全ですねそういうことがあまだまだ目が離せないですね。えー、このイスラエルはまああ レバノンシ,シリアのこラカンのこのヒズバンの攻撃に対しては、えー、もう結構この強めにこの多めに反撃してますね、えー、まだまだガザー北部また南のハニスリースですかねそれぞれ本当に、えー、この地区を分けて分けて 分けて、包囲して、包囲して、本当に、え、この、ハマスの壊滅ですね。ハマスの、本当に、私の個人の意見では、ハマスは本当に、え、武装解除をして、え、本当に、え、すべきだと思いますね。そして、え、恩恵な本当に、え、パレスチナによるパレスチナ国家、樹立が、 あって、そのパルシアの国家とイスラム国家がそういう共存、共栄というのが、えー、私の個人的な意見ですけど、現実は厳しいですね。えー、なかなかまだまだあ目が離せません、えー。ウクライナに栄光あれ、イスラムにシャロム、中東に平和ですね。えー、まだまだ、えー、ちょっと、 えー、まだまだ目が離せませんけど、このマサートのこの YouTube チャンネル登録、コメント、いいねボタンとよろしくお願いします。また、聖書に、えー、興味があり、また聖書を学びたいという方、あメンバーを募集しています。一緒に聖書を学びませんか。あまた、皆さんの応援が何よりも、えーえー、助けになります。ちょっと体調を崩して、えー、このような声ですけど、えー、皆さんの応援があってのマサートの YouTube チャンネルですので、よろしくお願いいたします。次回のニースの4択でお会いいたしましょう。マサートでした。仕上げ熱パシャンプレゼルジュ、シャロム、シャロム、シャロム。